夫のこう時間稼ぎとラムの時間稼ぎのおかげで、はい、スバルが墓所のエミリアの場所へ向かうことができました、うん、はい、ありがとう、ありがとうございます、ね、あのエミリア的にはこの墓所にさえいれば誰も入ってこれないので、はい、まあそういう理由もあったりしてここにいたんですけど、スバル見つけてくれましたね。そうですね。でもスバルも五体満足ってわけじゃないんで、うん、結構傷だらけというか、うん、あと手さ、あの壁についたりとか、ね、結構辛そうだったね。だから体力的にもいろんなものが削られて墓所に入ることで、それでもあれだけ柔らかい表情で話をしようかって言いに来たんですよ。めっちゃ声色優しかったけど、うん、やっぱこうエミリアと対面した時、やっぱそういう気持ちは湧いてくるものだったの？そういう気持ちっていうのは体調の温かい、温かい、うん、あ、そうね、優しくしてあげようとかそういう気持ちなの？でもそう、死と半分ぐらい、うん、この体調がきついっていうのを悟らせないようにする痩せ我慢、なるほど、と半々だったかな最初の入りは、うんうんうん、それこそ監督にこれこういう状況なんでもうちょっと気持ち悪いっていうのを出しちゃっていいんですかって言ったら、うんうん、いや、ここは男らしく耐えましょうって、あー、かっこつけてたいんだもんね。そうなんです、話にあった通り。そうだよな、うん、でもエミリアがポツポツと、うん、怒ってくれないんだとか言い出したあたりから、うん、もうその体調のことは全部吹っ飛ばして、うんうん、全面にこう包み込もうというつもりでセリフは言い始めましたけど、なかなか聞かないんだこの子が。いや、だってさ、主張がさ、うん、ずれてることに本人たちあんまり気づいてないと思うんだけれども、うん、これ一回整理してみたいなと思うんです。どうぞ。ちょっとあの今回のアニメをご覧いただくと、やっぱりこう、うん、スバル目線だったりとかにきっとなると思うので、うん、エミリアがまあめんどくさいですよ、うん、そりゃめんどくさい、はい、でもこのめんどくさいのにも一個一個積み重ねためんどくささがあって、うん、一個ずつのめんどくささは多分誰しもが持ってたりするのかなっていう、うんうんうん、そういった性質の積み重ねがああいうめんどくささにつながっちゃったと個人的には思っていて、はい、そもそもの語ります。はい、どうぞすいません。エミリアの特徴というか性格みたいなところなんですけど、うん、はい、まず約束を大事にしてる、うん、これ例えば自分の中でめっちゃ大事にしてる、例えばよけしだったら声優っていう職業バカにされたらすごい嫌じゃん。嫌ですね。そういうことよ。もうエミリアにとっての約束は俺にとってのプラモとか、俺にとってのカード俺にとってのゲームみたいな、はいはいはい、そのぐらいエミリアにとっての約束っていうのはもう超大事、うん、そんな女の子でして、はい、であと家族は今のパックです、うんうん、でそんなパックと別れたばかりです。もう大切な家族いません、うん、はい。そして応戦に参加しているシーンでもよくあったんですけど、責任感を抱え込みやすいです、うん、人より、はいはい、でさらに自分ができてない、できてない、頑張らなきゃっていう自己肯定感低いタイプです、うんうん、であとは恋愛経験ありません、うん、はい、まあ、知ってる方もねいると思うけども知識もないし、うん、なので、ま、好きって言われても絶対ピンとこない子です。うん、うん、であとはですね、理論がないと理解できない子、はい、ちょっといろいろな一期とか思い出していただけると、うん、そういう節結構あったんじゃない、はいはい、どうしてっていう言葉めっちゃ多くなかった。そうだね、ちゃんと納得できるように説明してくれないと、うん、絶対に分かってくれない、うん、分からない、うん、スバルがさ、うん、認識阻害ローブ着てくれた時、うんうん、あれほんとナイスだと思うんだけど、あれめっちゃちゃんと理由付けしてくれたじゃん、うんうん、ああいう風にしてお屋敷から追い出さないとエミリア多分動かないから、うんうんうん、ああいう風に理屈付けて動かすっていうのがエミリアの一番攻略方法なんですけど、まずそんなねエミリアの特徴がある中で、今試練にめっちゃ失敗してます、うん、それだけでもプレッシャーとか責任ズタボロです、うん、でパック突然消えました、孤独です、うん、そんな中唯一の希望であるスバル、うん、もうこれも、まあ、手近にいたからっていうのがちょっと強いっちゃ強いけど、うん、はいはい、スバルならって信じられたのに、うん、約束を破りました、はい、もうダメです、はい、というコンボが大コンボだどんですよ。なんだと本当にある種フルコンボ、フルコンボだどんなんです、うん、なので、まあ、めんどくさい、そりゃめんどくさい、うん、めんどくさい状態にはなっていますけど、はい、これにはいっぱい由来があったんだなって思っていただけると。そうだね、うん、まあそれに何よりも、うん、その嫉妬の魔女にすごい風貌が似てるっていうことで、うん、まあ、過去にすごい目に、それこそ氷結の絆を見ていただけたなら、どんだけね、ちょっとねえ
破壊されてたかとか、うんうん、ね、何もしてないのに、なんか、敵からすごい圧力かけられたりとか。確かに。そういうのもあって、ようやくね、信じられる人ができたパック。そう、環境もね、もうね。そうそう。ほんと、オンリーワンだったわけですよ。それがいなくなり。うん、でね、ほんと、すがるようにスバルに、もう、すがろうとしたけど、うん、それも、約束を破り、もう、こればっかりは俺を何も言えない。スバルが約束を破ったことについては。うん。うん、だけど、うん、そんなの関係ねえんだと。だけど俺は好きなんだという主張をひたすらに通すスバル、うんうん、いやでもね、本当に今回はスバルのことすっげえわかるし、よくぞ言ったって思うわけよ。お、どの辺をやっぱりこう、うん、よく言ったなって思った。ねお前のここのここのここがいい、だから好きだじゃねえんだよ。お前が好きだ、だからどんなのを見てもいいんだっていう、そう逆、それなって。すごい、あの理屈はやっぱりエミリアやってると超不思議で、うん、なんかエミリアの希望はまず否定してほしいの、うん、その怒られたくて、うん、で怒って否定してくれたらエミリアが試練に失敗してることも、うん、ほらダメな私でしょ、うん、だから失敗しますって救われたかった、うん、っていうところがあるのに、スバルは否定もせず好きだって言うじゃん、うんうん、そうなんです。いや否定してって。でもちゃんと途中から否定し始めたよ。そうしてくれた。あまりにも聞いてくれないから。そうで否定してくれたじゃん、うんうん、でそうだよね、私すごいダメな子だよね、うん、じゃあ嫌いだよね、うん、いや好きだよ、なんでことですよ。そうなの、エミリア的には怒られたくて否定されたかったっていうのと、うん、あと約束破った理由を教えてくれれば、うん、あのね、喧嘩は解決したんですけど、そのどれともつかない、はい、好きだし、信じてほしいっていう、はい、そういうね大変な喧嘩だったんです、うんうん、お互い主張曲げません。そうなんです、うん、でもスバルは気づいたんです。はい、口じゃ絶対伝わらないと。口じゃ伝わらない、そう、言葉じゃ伝わらない、言葉じゃ伝わらない、どうしたらいい、うん、ある、うん、これしかないと思ったわけですね、うん、しちゃいました。おい、避けんな。いや、嫌なら、あっ避けなかったんですよ、エミリアは。そうですよ、目を閉じましたよ。ちょっとだけあれは信じたんじゃなくて、うん、信じてみようかなみたいな感じだとは思う、うん、うん、あの瞬間に信じきれるわけないと思った、うん、瞬間だしね。そう、うん、でもきっとね、やっぱスバルのそのまあ、勢いでやったんじゃないんだけど、うん、でもね、普段おちゃらけたりしてる中でもここまで真剣にこうグッと来てくれたから、うんまあ、エミリアもそれを受け入れ、うんはい、エミリアは初ですよ。でもスバルは2回目なんです。エミリア初？そっか、そうなの、もう初だよね、あれはね。そうなんです、あれ初だね。僕は2回目、初だよ。え、うん、初でいいんじゃないかな。違います、初めての味は死の味、でも2回目は熱い命の味。はぁ、命の味、ポエマすごい。それはね、あの原作のね原文にねこう書いてあったんですけど、命の味だったそうで、うん、命の味があったことで、あのやっと本当にお子ちゃまなエミリアでもちょっとずつ分かってきました、うん、これが好きというか、ね、うん、好きだからっていう理屈を知れたというか、はい、ね、でもね、スバルもそこに至るまで、うん、いろんな人の支えがあったからですよ。まあ、言っちゃえばレム、うん、だから今回をね、俺前ゼロからと同じような意味合いがあるものだって言ったじゃん、うん、もうアムリーミー本当レムと被るんですよ。スバルが、うん、スバル君のここが好きです言ってたのと同じようにエミリアのここが好きだと、うんうん、とにかく好きなことを、何が好きかを知ってほしい、まず言葉でいろいろ言って、うん、最終的にはねレムにもしなかったようなことをしたけど、うん、でも最後の最後でさ、エミリアもこんな自分がどうのこうのっていうのもあったけどさ、うん、果てにはいろいろ記憶を思い出して、うん、なんかこれからの私はどうなっていくんだろうとか、そう不安だったの、うんうん、自分が変わっていってるんだなって、うん、でスバルが好きだって言ってくれてる、うん、自分も多分もういなくなるよっていう、うん、そういう不安です。そうで、きっと一期の頃のスバルだったらそれに対して口を閉じてしまうところを、うん、母親との試練があったから、お母さん、そう、あの時はよくわからなかった、うん、ね、最初でも途中でもない最後なんだよ、うん、ここでね、うん、スバルは答えを見つけ始めたんだよ。おー、なつきけー、ほんとお母さん、お母さん、ほんと世界一尊敬してる女の人。でもそう、原作にもあったの、うん、答えはまだちゃんとわからないけど、うん、分かっていこうと思った、
だからこの終わりのところまでエミリアを見届けることで、うん、本当の意味でお母さんが言ったことは分かる。だからそれを、なるほどね、うん、もう本当決意表明だよ。最後までエミリアについていくっていう。よろしくね。はあ、こちらこそ。本当見届けてやって、うん、本当に。ね、本当にエミリアは信じてくれたかな。いや、まあ、これからだけど。そうなんだね。本当にこれからではあるんですけどね。うん、いいこと言ってたよ。ドアのさ、あの歌った後のあのコメント。そうなんで、挿入歌を歌わせていただくまでやっぱりちょっとモヤモヤしてて、うん、はい、それを歌った時に。あ、こういうことなのかなっていう、そういったところをねこの間コメントさせていただいたんですけど、はい、ちょっとねあの音楽のスタッフさんともお話をさせていただいてて、なんかこの今回の楽曲の制作上のコンセプトは、うん、エミリアの成長とか自立にあるっていう感じで、なんか曲をねこう時系列的に並べてみるとすごい面白いことになってて、あの氷結の絆の雪の果てに君の名をっていう曲があったじゃない、あの時はこうパックと開口して、心情的な雪解けが始まって、でそして一期の、後半エンディング、ステイアライブでスバルたちとの会話を受けて、こう誰かを気遣うような気持ちがエミリアの中で生まれた、で今回のドアで自分の意思で歩き始める、扉を開いていくという一連の動きになっているっていうお話を聞いて、でね、また今回のその今回のというかいろいろエミリアっぽいなって感じていただける楽曲の全ての中にはエミリアの恋愛感情に関するものは全てないので、それちょっとまた注目して聞いていただけると嬉しい なんか二人称が、まあパックだったり、まあスバルだったりする曲もあるんですけど、今回のドアは一人称のみだったりとか、でも恋愛感情は全くないので、そういうあの彼女が自立していく、なので、ま、パッと見血は喧嘩ですけど、そうじゃなかったんだよっていうのをまたこの曲とかでも知ってもらえたら嬉しいですし、この後の話数で扉を開いていくんですよね、まだ開いてないです、扉に手をかけたくらい、はい、開こうかと、そう思える、そんな感じの曲になりました。はい、よかったらフルで聴いてほしいなという気持ちもあるんですけど、まだまだ話足りないんですけれども、ちょっとねメールもねいっぱい届いて